始まる。もう始めていいですか。じゃあ始めます。電気どうします。音します。あ、お、お、これ見えますか。ここら辺見えない。見えない。じゃあこれで、これで見えますか。はい、大丈夫ですか。じゃあ始めさせていただきます。はい。そんな大したあれじゃないんで、飲みながら、タバコ吸いながら、食べながらやってください。今日は、水曜どうでしょうについて、今から30分ぐらい語るっていうのは、まあ嘘なんですけど初めての方も、初めてじゃない方もいらっしゃるかもしれない、PKG と言います。よろしくお願いします。今日は京都から来ました。本日はサーキットベンディングについて、作り語りちょっとやっていこうと思うんですけど、サーキットベンディングってご存知の方は誰もいらっしゃらない。サーキットベンディング、エリエルさん、もっとちょっと絞ってください。サーキットベンディングっていうそのジャンルがどういうことかっていうと、例えばこれおもちゃ屋で買ってきたあいうえおやつなんです。聞こえますかね。でもこれをここにつまみがついてるんですけど、このつまみをこっちに入れてやると音が、でこう繰り返すとこうノイズとかタッチセンサーなんてこう音が変わったりするんですけど、あとはこういうこの、これ茶屋町で買ってきた、ここにもつまみがついてる、これひねると、こういうのも音が。でもこういうふうにちょっと元あるおもちゃを改造して、まあ、変な音を出していくっていうジャンルがこう、サーキットベンディングで、カンペか。というわけで、まあ、作っていきます、今から。題して、ギターの弾き語りがあるなら工作をしゃべりながら語ってもいいじゃないっていう作り語りです。よろしくお願いします。ですね、まずはちょっとガタガタするんですけれども、この間もう京都なんですけど、千本二条のおもちゃ屋さんで買ってきたワゴンセールのおもちゃなんですけれども、こういうタイボカンこういうやつなんですけど、これちょっとお安くて500円ちょっとラッキーで、ね、いやー緊張するな緊張するな、やったことないから、まあ、思いっきりカンペ見えてますしね。これ見えないですね、大丈夫ですね。まあ、開けてみましょう。なるほどですね。これですか。これをやった、こういう音が鳴るんですけど、でこれを早速開けてみます。こういうのもやるんですよ。これもちょっとライブ感あるでしょ。でちょっと僕手震えてるんですけどねねえ、こう目立ちたがり屋なんですけどね、さっきもちょっと話したんですけど、すごい緊張しいなんですよ。いつになったらね治るんですかね。でたまに僕趣味で手品もやってるんですけど、手品はセリフが決まってるからだいたい決めてかかるんで、まあまあ喋れるんですけど、こういう時に何喋っていいか全然わかんないっていうので、まあ、ここにこれスイッチがついてる、これプッシュスイッチで、これを押してやるとスイッチとかで、まあこのスイッチをこのボタンがこうなんか使い棒みたいなのになって、ここにスイッチが押されてこう音が鳴るってやつなんですけれども、でこの回路の音が変わるポイントを今から探します。で探すときにいるのが、ピンセットです。ピンセット2本、これピンセットは電気を通すんですね。鉄でできてるんで、で電気を通すんで、こう本当
さん探し方としてはこう指でこう黒板の上をこう触っていくんですよ。でここはちょっと微妙な音が変わらなくなったらこれで細かいところをこう探っていきます。でこうちょっとこう他のポイントも探すと例えばこことか怪しいかな。今ね、地味なとこですよ、これ。これ地味ですよ、これ。ここかな？ここか、ここはですよ。ちょっとこう。あ、いいポイントが見つかりました。で、ポイントが見つかったら、これのパーツを外します。いや、静寂に耐えられなかった。これね、見えますかね。これ多分映んないと思うんですけど、ね、これね、めっちゃちっちゃいこうパーツなんですけど、ね、見えないですね。見えないですね。まあいいや。なんか落ちたけど、ね。予想以上に難しいな、これ。今日はあの初の試みなんで。工作の時はこのガムテープっていうのは非常に役立つ。ね、今独り言ですね。語れてるんだろうか。工作作り語れてるんだろうか。うちは。これはあのパーツ屋で買ってきた配線材料なんですけど、こんな感じでずっと進むんですけど大丈夫ですかね。大丈夫です大丈夫です。大丈夫です。はい。よかった。お母さん大阪で僕こういうことやってるよ。性格のこのね、なんかこうベーンとか置いたりするのがね、僕のこの家のこの惨状がどれぐらいかっていうのがね、よくわかるんですよね。いやー、難しいなー。その出されたそれは何ですか。これですか、はい、これは線です。ただのリード線です。リード線、あの電気を通すための線です。これをね、4本ぐらいかな。あのこのコンセントのこの線と同じで、それがあの細くなったような、もう電気を通すための配線材料ですね。よいしょ。いやね、あこれね、あらかじめね、ちゃんとね、剥いてきたよか。なんか、妙だね、空気をね。いや、昨日ね、予行練習したんですよ、ちゃんと。予行練習したんですけど、なんかやっぱね、しっくりこないですよね。で、あ俺は多分、本番に強い人間なんだ。大丈夫だとこのざまですね。ね、本当にね。何センチぐらい剥くんですか？あの剥くのはね、3ミリぐらいですね。で今目視で確認しましたら僕5ミリぐらいになってますね。なぜだかっていうとこれ緊張してるからですね。本当に。まあね、皆さんもね、ご家庭にね、ハンダゴテとかね、お持ちだと思うんでね、もうどんどんやってください。もうどんどん僕がね、まだパクっていただいて。今はね、ハンダ付けがモテる時代ってね、僕ずっと言い続けてるんですけどね、なかなかね、そのね、何が難しいって、そうやってね、見てもらえる機会が少ない。いやー、どうしようこれ。いいんすかね、こんなんね。大丈夫です。一応ね、僕今日ね、30分ぐらいお時間いただいてるんですけどね、これ30分ちゃんと仕上がるのか。大丈夫か。大丈夫だと思いますよ。1台ぐらいはね、落ちましたね。これはそのまんまこうハンダ付けをしてやるとケバケバになっちゃうので、ハンダメキというものをします。ハンダメキというのはこのようにリード線に、あこうあらかじめハンダを盛るんですね。なるほど。これをね、あの最近の電子工作の雑誌とかはこういうことをなかなか教えてなくてですね、もうね、皆さんもね、こういうこと興味ありましたね。あ、池井さんがあんなこと言ってた。ハンダ付けが上手にこれできないのはこうハンダ抜きしてないから。熱いな熱いな